俺、メンテナンス会社に勤めてる。客先の施設に常駐管理したり、不具合があると休校するなど、いろいろなパターンがある。自分は巡回点検担当だが、夏休み期間中は普段受け持たない設備を交代で点検する。都内のあるビルでの話。自分の受け持ち外のビルでメンテ作業を行うので手順書を持って現地へ。 最地下に行くには階段かエレベーターで地下雲海まで降りそこから階段で降りる手順通り受付でセキュリティカードをもらってエレベーターにかざしてエレベーターの最地下へそして階段を降りビルの最地下へ薄暗,い薄暗いフロアで配電盤を探しフロア全体の明かりをつけるパッと明るくなり作業には何の問題もない 早速手順にのっとり所定のチェックを行い記録する気になる点といえばビル全体の大きさや構造から考えてもオーバースペックの設備があり消費電力も半端ない何なんだろうと思いながらも色々な客先があるし大きい実験装置でも動かしてるのだろうと考えて作業終了 作業終了チェックしながらふと見ると、ハーフサイズのエレベーターらしき扉があれ最近下エレベーターはなくて階段だけだったが、荷物用かな何の気なしに扉に近寄りセキュリティカードをかざすとスッと開いた扉中は荷物用ではなく明らかに人用 覗き込んでみると回数表示は地上からいくつか飛ばして地下数回プラス自分のフロアさらに下に雲海乗り込んでみたい衝動に駆られたが契約違反にもなりかねないのでやめておいたフロアの内線電話で管理室に電話し警備員に案内され地上フロアへ警備員問題ありませんでした俺 そうですね。全部規定値ですし、救死機器もテスト運転したところ問題なしです。警備員。じゃあ、受け取りにサインします。俺。そういえば、エレベーターのこと聞いてみようか。警備員。はい俺。いや、契約もあるしやめとこう。あ、勘違いです。すみません。警備員。 そういえば、先週まで担当されてた方、亡くなったそうですね。俺。はあ、そうなんですかケイさんは今週頭から夏休みで来週出勤のはずだが。警備員。あれ私、そう聞きましたけど、間違いですかね。<laughs> 俺。いや、私が聞いてないだけかもしれません。警備員。 そうですか。私も聞き間違いですかね。ははははは。俺。では、失礼します。休んだだけでなんだか妙な話になってるなぁと思いながらサービスカーで事務所へ帰ると、K さん、昨日自宅で心不全になって亡くなったそうだと。 健康診断も問題ないし社内のサッカー部でレギュラーやって病気なんかに縁のない彼がそして K さんの死亡は一切公報されることなく処理され自宅のマンションも早々に売り払われた様子家族も田舎に帰ったらしいが K さんの友人によると家族とも音信不通らしい それから1週間の間にこの時期には珍しく課長・会員の入れ替えがそしてコンプライアンス教育と称して契約内の仕事をきっちりやれ客先指定外地域には立ち入るなといったことを厳しく教育厳しく教育された最初は俺がエレベーターを覗いたのがバレたかと思ったが特に注意もなくホッとした 今では俺が K さんの後を引き継いで業務を行っているが1週間後例のビルで点検し受け取りにサインするとき、警備員がボソッとやはり K さん亡くなられたようですね真面,だ真面目な方だったのに残念ですなぜ彼が K さんの死を知ったのかがいまだに分からない